どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私は羽田空港第3ターミナルに来ております。いつものね、京急のねホームにいるわけなんですけども、で今回ねちょっと親父がどっか行っちゃったな。今回ね親孝行の旅ということで、うちの父親はですね、まあ動画とかで話したことないと思うんですけども、絵がね非常に好きだということで、ずっとねスペインに行きたいっていうのをね言っておりまして、今回ですねちょっとね急だったんで、エコノミークラスしかね発見することができなかったんですけども、まあ親父とね、スペイン旅行の旅ということで、今回ねルフトハンザ航空のエコノミークラスに乗ってスペインの方にね、行きたいと思います。残念ながらね直行便は取れておりませんので、どこだったかな、ミュンヘンだったかな、どっかで乗り継いで、フランクフルトか、そこで乗り継いで、スペインね、マドリードの方に向かいたいと思います。で、ただいまね、9時の15分ということで、フライトは12時半で、ちょうど3時間前ぐらいにね、到着できたので、これからね、チェックインしていきたいなと思います。ということで、行きましょう。それでは出発ロビー到着いたしました。今回はルフトハンザ航空の飛行機で参りますんで、ちょっとチェックインカウンターを探していきましょう。まだ開いてないのかな。 ありましたね、 M カウンター行きましょう。ということで M カウンターに行ってチェックインしていきたいと思います。いやー羽田空港すげー人だ。このぐらい活気がないとダメですね。やっぱりもう2020年に来た時はやっぱり思い出しちゃいますもんね。人っ子一人いないあの羽田空港、そして警備員さんの足音が聞こえる。ということで M カウンターまで行ってチェックインしていきたいと思います。それでは M カウンター到着。セルフチェックインなのかな。あ、チェックインカウンター開いてますね。じゃあチェックインしちゃいましょう。まあサイランスゴールド持ってますんでね、そのまま行っちゃいます。それでは今回フランクフルト行きなんですけども、なぜか M カウンターではやってくれないということで C カウンターで受付してるそうです。あ、 C もルフトハンザだったんだ。そういうことですね。入り口で場所が分かれているのと、今9時40分なんですけど10時までチェックインカウンター開かないみたいですね。今回ね、数日滞在しますんでスーツケースがあるんで10時になったらチェックインしていきたいと思います。それでは9時45分チェックイン開始しました。10時開始みたいですけど少し早まりましたね。スタイランスゴールドのレーンも10人程度並んでおります。ではチェックインしていきたいと思います。それでは無事チェックインできました。ということで出国審査とセキュリティチェック行きたいと思います。それでは無事出国審査セキュリティチェックを終えました。 ANA ラウンジ、そこの ANA ラウンジに行きたいと思います。それでは今110番ゲート付近の ANA ラウンジにいたんですが、どうやらねちょっとこれねあるかどうか分かんないんですけども、 Twitter のね友人の方の情報では104番ゲートね11時までしかね空いてないみたいなんですけども、そちらではですねお寿司が提供されてるっていうのをね聞いておりまして、これはね確認しなければならないということで向かっております。ということで114番ゲート付近の ANA ラウンジ行きたいと思います。いや ANA ラウンジでお寿司とかねちょっと聞いたことないんですけども、どうなんでしょうか。ではちょっと行ってみたいと思います。それでは114番ゲート付近の ANA ラウンジ到着。さあ果たして本当にあるのかないのか行ってみたいと思います。ということでラウンジ入ってまいりました。見てください、ありますよお寿司が。ということでこちらですね、1回につき3貫セットまでとなっております。いやこれはめちゃくちゃいいですね、はい、わさび等々もちゃんと利用することができます。寿司って書いてありますね。ありがとうございます。はい、どうぞ。すいません。それでは噂は本当でしたね。ツイッターの友人の方ありがとうございます。114番ゲートの ANA ラウンジで11位までしか空いておりませんけども、お寿司の提供はされております。どうやら聞いたところによると3月までの限定ということですので、2020年3月まで羽田空港利用される方で ANA 便の方はですね、114番ゲートの ANA ラウンジ11位までしかねやっておりませんけども、ぜひ利用してみてください。これはめちゃくちゃいいですね。ではいただきます。ではいただきます。ちょっと私はねエビが食べれないんで、エビをマグロに変えてマグロ2つのサーモン1つということで、ではいただきます。めちゃくちゃ脂乗ってて超うまいです。
次はサーモンいただきましょうか。ね、ちゃんとね、サビ抜きになってますんで、お子様も楽しむことができます。では。これはあれですね。エンドレス寿司酒、寿司酒っていうね、お腹がいっぱいになるまで寿司をね、食べちゃいますね。まああとね、15分くらいで閉まりますんで、まあこれだけでね、今回は我慢しようかなと思うんですけども、これがエレランジで食べれるってやばいですね。ぜひ皆さん、羽田空港、114万搭乗口のエレランジ、めちゃくちゃいいですね。ごちそうさまでした。ということで、このランジね、あと15分くらいで閉まりますんで、110番搭乗口の方で、ね、ANA ラウンジ移動してシャワーでも、ね、浴びたいと思います。それでは ANA ラウンジのシャワー入ってまいりました。いいですね、この時間は待ち時間ゼロです。そしてこのアメニティの量ですよね。本当にスリッパまである ANA ラウンジのシャワー、本当にいいですね。でちょっとホコリがかぶってるこのサーキュレーターもね、上がった後涼しくて本当にいいんですよね。でシャワーブースはこんな感じです。まあいつも通りね、固定式と可動式両方ありますんで、いいですね。シャンプー等々は下に置いてあります。ということで、サクッと浴びたいと思います。それでは、搭乗時刻になりましたので、ゲートに向かいます。今回は107番ゲートの B だったかな？まあ結構近いんでね、ゆっくりテクテク行きたいと思います。それでは、搭乗ゲートに着きました。本日乗るのは、これですね。ボーイング 747-400 に、機材変更なってなかったらそれだと思うんですけども、いやね、ずっと乗ってみたいと思ってたね、エンジン4発のボーイング747、いや非常に嬉しいですね。めちゃくちゃ楽しみにしておりました。まあちょっとね、残念ながら今回ねエコノミークラスということで、またねいつかビジネスとかファーストとかね、飛んでるうちに乗りたいですね。はい、ということで、あとね10分ぐらいこの辺で待ちたいと思います。いや、やっぱりこうやって見るとめちゃくちゃでかいですね。うん、すごい迫力が。で、今回に乗る飛行機はこちらです。フランクフルト、ルフトハンザ航空の LH717 便、ANA とコードシェア組んでる NH5853 便ですね。ドイツ・フランクフルトに行きます。今回ね、フランクフルト乗り継いでマドリードっていう感じですね。今回ね、父と飛行機乗りますけども、今のところ隣さんはね、3人座席でいないということで、まあ、いないとね、まあ、結構楽なんですけども、まあ、こればっかりはね、ちょっとわかんないですね。ということで、これで、ね、もうしばらくね、待ちたいと思います。それでは搭乗開始いたしました。いや、してないか。もうでもね、かなり並んでますんで並んでおきましょう。ここはねグループ1、2番ということで、ここに並んで待ちましょうか。はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。お願いします。お邪魔いただいて結構です。左様ですね。はい、はい、はい、いただきます。ありがとうございます。で、ここはね前方2列でのおすすめお願いいたします。それでは登場していきます。いやー、エンジン4発ついてますね。かっこいいな。テンション上がりますね。2階建てっていう時点でちょっとワクワクしますもんね。まあ、今回1階エリアですけども、はい、ルフトハンザいいですね。ハロー、トゥゲザー。 OK, you together? H, thank you. おー、2階がある。いいですね。今度2階に乗りたい。そしてこれがビジネスクラスかな。いや、いいですね。これがプレーコ。ハロー。こっからエコノミークラスですかね。あ、こっちがエコノミー。今回はこちらです。それでは無事搭乗いたしました。搭乗率はどうなんでしょうかね。そんなに多くなさそうですけども、今回はルフトハンザ航空のボーイング 747-800 ですね。いやー、初めて乗ります。で、やはりねモニターは結構小さめ、なんかあれですね、いいですね。はい、でここにはエチケット袋と、これはバーあれですね。でこちらに網があって、座席はこんな感じ。まあそんな狭くないけど、めちゃくちゃ広いわけでもないですね。 USB とかあんのかな。
USB ポートも何にもなさそう。これはやばい。めちゃめちゃ準備して出したんですけど、何にも使えなさそうですね。はい、こんな感じになっております。それではもう間もなくね、飛行機が動き出します。いや、このモニターもネレトロの感じがしてちょっといいですね。まあでもエンターテインメントはね、普通にありそうなんでね、これは楽しめると思うんですけども。いや、これはでもあれですね。なんとも、昔の飛行機の感じがしていいですね。はい、一応 Wi-Fi は使えるみたいですけど、もちろん有料だと思いますね。今回羽田空港からフランクフルト、だいたい飛行時間が13時間47分、14時間ぐらいですかね。思ったより長いですね。ということで、もう乗ってきてる人いないんでね、ドア閉まったっぽいですね。それでは飛行機が動き出しましたかね。ちょっと反射して見えないと思うんですけども、ボーイング 747-8、まだに現役ですもんね。搭乗率は思った以上にいいですね。もっとガラガラだと思ってたんですけど、まあ、ここら辺のエコノミークラスはまあまあ埋まってる印象ですね。まあ、でも先ほどお手洗い行ったらね、後ろの方は結構空いてたんでね、まあ、ここはね、エコノミークラスでも前の方なんで、まあ、少なめなのかもしれないですね。それでは無事離陸いたしました。羽田近郊は今日はね、雪予報ということで、もう外はね、全然すぐ見えなくなっちゃってますね。それでは14時間50分のフライトを楽しんでいきたいと思います。それではですね、ちょっと私はもらい損なってしまったんですけれども、お水とメニューがね、配られております。ちょうどこの前のファイルになってるシートはプレミアムエコノミーですかね。はい、その先はビジネスだと思うんですけども、なぜかね、このエコノミークラスが、このね、2列前から始まっているわけなんですけども、27列目が、ちょっと足元が広い座席になってるんですね。で、ちょっとね、意外だったんですけども、エコノミークラスの後ろの方はね、カーテンされて仕切られていけないようになってるんですよね。で、お手洗いもね、こちらの後ろの、後方のね、一番後ろにあるんですけども、そこは使わないで前の方に案内されるっていう風になるんですよね。ですのでエコノミークラスでも全部が全部生き返ることができないみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。これも結構不思議でびっくりしました。どういうあれなのかちょっとよくわかんないですね。で、搭乗率はね、結構ガラガラだと思ってたんですけども、結構搭乗率ありますね。7割ぐらいは埋まってる感じですかね。プレークはね、結構ガラガラでした。いや、プレーコー14時間ぐらいなんでね、プレーコーいいですね。はい、しかもね、一番前の足元の広いプレーコーとかもね、一人も座ってなかったんで、ちょっと移動したいぐらいですよね。さすがにエコノミーなんでね、無理だと思いますっていう感じですかね。それはね、エコノミークラスにも変わらず、こういったね、メニューがいただけます。はい、で、今回ですね、ちゃんと日本便ということで日本語で、ね、書いてあるんですよね。すごい。朝食はパストラミ、カツ丼、デザートはキャラメルソースのプラネケーキとかね、まあ、そういったね、ちゃんとメニューでね、エコノミークラスにも変わらず案内してくれてすごいですね。これはちょっとね、びっくりいたしました。あとね、私はちょっとおもらい損ねたんですけども、お水もね、いただけました。いや、いいですね。ちゃんとこういうのはね、エコノミークラスでもらえるっていうのは珍しいですよね。前の人がマックスまで倒してるんで、顔面がね、でかくなってると思うんですけども、ご了承ください。もしかしたら、モザイク入れちゃうかもしれないですね。ということで、もうしばらくしたら、ね、機内食が運ばれてくると思います。それでは機内食やってまいりました。カツ丼とケーキ、ポテサラと巻き寿司ですね。で、やはりドイツといえばビールでしょうということで、ベックスいただきます。それではいただきましょう。まずはベックスビール、初めて飲みます。ではいただきます。うまい。なんだろう、なんかフルーティーな感じがしてうまいですね。これはグビグビいける感じですね。ではカツ丼と付き合わせが巻き寿司っていうね、これがまたね、いいですよね。炭水化物ばっかりな感じが
そしてパンまでついてますからね。そしてポテサラっていうということで、まずはカツ丼。あんまり期待してなかったですけど、味は美味しい。これエコノミークラスの機内食で出すのはいいんじゃないですか。6時間でフランクフルトに到着のところで、これはケーキですかね、ケーキかおにぎりで、ケーキを頼んだらこちらがいただきました。なんとルフトハンザはウイスキー&コーク無料です。ということでコークハイにしていただきます。ではいただきます。予想以上に美味しい。ウイスキーが無料だったら最初からウイスキーにしておけばよかったですね。ウイスキーはかなり強め、美味しいです。おウイスキーが無料で提供、エコノミークラスで提供されて珍しいですよね。ありがてえ。それではあと1時間半のところで朝食タイムになりました。これはチャーハンですかね、ちょっとよくわかりません。あと先ほどと一緒のベックスビールいただきました。いやめちゃくちゃ寝てましたね。目覚めのビールいただきます。ではいただきます。炊き込みご飯なのかチャーハンなのか。これはピラフですね。マッシュルームとかグリーンピースとかね、人参とか、あとお肉もちょっと入ってて、バターがメインかな。味付けはこれはうまい。ビールが進むやつですね。ここ味付けが濃いめで、これはうまいですね。こんなとこでしょうね。あとはパンとフルーツなんでね。あとはゆっくりいただいて、もう間もなくフランクフルトに到着です。羽田からフランクフルトまでの飛行ルートはこんな感じ。羽田でぐるっと回ってフランクフルトと、ロシア上空を飛ばないようなルートになってるんですね。飛行時間は14時間です。結構長いですね。それではドイツフランクフルト空港に到着しました。ということで無事ドイツフランクフルト空港に到着いたしました。今回ですね、ルフトハンザ航空のエコノミークラスでボーイング 747-8 初めてね利用することができて非常に大満足でした。エコノミークラスはね、まあエコノミークラスなんでね、めちゃくちゃ快適とまでは言わないですけども、まあ十分ねサービスも、機内食ねめちゃくちゃ美味しかったんで、とても良かったですね。ということで私はねこれからマドリードの方に乗り継ぎますんで、ここで一回ね動画切らせていただきたいと思います。
ということで今回の動画こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。